イェムトランド地方のキリスト教家を象徴するフレーソのルーン石碑。十字架が描かれている本記事スカンディナビアのキリスト教家ではスカンディナビアの人々のキリスト教への改修の経過を説明する。改修は8世紀のデンマークへの宣教師の到来で始まり12世紀までには少なくとも名目上は完了した。しかし、 サーミ人は18世紀まで回収しないままであった。8世紀末頃より北欧からのバイキングがイングランドをたびたび襲撃しており、彼らへの対応に苦慮したイングランドをはじめとする国々は略奪行為をやめさせるためにもバイキングのキリスト教への回収を試みるようになった。878年、バイキングのクズラムがアルフレッド大王に敗れたことからイングランドにおける バイキングの居住地を定める協定が結ばれた。これをきっかけにその地のバイキングはキリスト教を受け入れていった。北欧でのキリスト教家を進めたのは当初はイングランドやアイルランドの教会であったが、ブレーメンハンブルクからの働きかけが長期かつ継続的に行われ、改修が進んでいった。12世紀までにスカンディナビアの人々は名目上はキリスト教徒になったにもかかわらず、 現実的なキリスト教信仰が人々の中に確定するまでにはより長い相当の時間を要した。太古から安全保障と社会構造を示してきた。その土地固有の歴史の長い慣例は現在、受肉、そして三位一体といった馴染みの薄い思想によって疑問を提された。人々の実質的なキリスト教家が非常にゆっくりと進み、 少なくとも150年から200年を要したことを現在のストックホルム近くのローベン島にある墓地遺跡からの考古学的な発掘物が示している。そこはスウェーデンの王国の非常に重要な場所であった。ノルウェーのベルゲンにあったにぎわいのある貿易都市から見つかった13世紀のルーン悲鳴からはキリスト教の影響はほとんど見出せない。それらの一つはワルキューレに対して懇願している。 しかし、この時代の北欧の古くからの神話についての十分な情報は、アイスランドでのエッタのような情報源に残されることはなかった。中世の初期には、教皇制度は、まだ重要なカトリック権威だと明示されなかったため、キリスト教はその地方ごとの変化を見せたかもしれない。早い時期のゲルマン人の芸術には、勝利したキリストの表彰がしばしば見られることから、 キリスト教宣教師がキリストを強さと幸運を備えた人物だと紹介したことを研究者たちは示唆している。さらに、キリストをサタンに対する勝者だと表現するヨハネの目視録がおそらくはバイキングたちの間にキリスト教を伝播させる上で重要な要素となっただろうと指摘している。十字架を運んでいる男性を描いているスコーネ地方にあるバイキング時代の絵画石碑。 スカンディナビアでの記録されている伝道活動は今日のデンマークにおいてフリジア人への使徒性、ウィリブロルドによって始められている。彼は700年頃に南ユトランドで衝動したがわずかな成功しか収められなかった。約1世紀後にランス大司教のエボが823年の彼の登竜時に数名の男性に洗礼を施した。数年後826年には 追放された、ー都人の王クラック・ハラルドが、ルートビヒ一世との同盟をなす条件として、回収を求められたことから、インゲルハイム・アムラインにおいて、ハラルドと家族と宮廷の人々とが洗礼を受けた。ハラルドがユトランドに戻ったため、ルートビヒ一世は、回収者の中で、キリスト教を監督するための修道士として、アンスガルを任命し、ハラルドに追随させた。アンスガルは、 彼の仕事をスウェーデンにまで広げた、有能な宣教師であることを立証した。それでも、キリスト教は主に表面的な影響しか与えておらず、そして大多数の住都人とデエン人は、異教的なままであった。831年に、ハンブルク司教区が置かれたが、翌832年に、ハンブルク広塚佐教職に格上げされて、北方でのキリスト教に関する責任を割り当てられた。 アンスガルはハンブルク大司教に任ぜられた。その後、司教が不在となったブレーメンでの活動を命ぜられたアンスガルは改めてデンマークでの布教を決意した。彼はデンマークの法理費用の回収に成功し、王からシュレスビッヒに教会を建てる許可を得た。当時のシュレスビッヒは世界中から商人がやってくる貿易の中継地であり、そこにはハンブルクなどで キリスト教徒となった人々が多くいたことから、交易を盛んにするためにもデンマークには、キリスト教に配慮する必要があったのである。シュレスビヒトリーベンに、デンマークの最初の教会が建てられた。アンスガルの死後は、リンベルトが大主教となった。以後の世紀にわたって、キリスト教はデンマークにゆっくりと食い込んでいった。反伝説的な王であるゴーム・ロウ王は、確実に異教徒であったと語られている。 しかし、彼の息子のハラルド・アオ・ハオは、キリスト教徒となった。その理由はハラルドが、ザクセン公国のおを家けに敗れたためである。この頃に、デンマークの最初の死教区が、シュレスビッヒ、リーベン、オーフスの3カ所に置かれた。イェリング・フンボの石碑で、ハラルド・アオ・ハオは、デン人を、キリスト教徒としたことを誇りとしている。しかし彼の息子、 スベン・ソーサ・ヒゲオーが異教徒であってハラルド・アオ・ハオと対立して985年にこれを倒した。スベン・ソーサ・ヒゲオは即位に際してキリスト教徒となったともブレーメンのアダムが伝えるように西暦千年のスボレドの海戦の後にキリスト教徒になったとも言われている。スベンはまたノルウェーでのキリスト教家を推し進めていったという。11世紀初期。 スベン・ソーサ・ヒゲ王の後を継いだ、クヌート大王も、キリスト教徒であった。クヌートはイングランドからデンマークに戻ってきた際に、アングロサクソン人の司教や司祭を多数伴っていた。彼らはデンマークだけでなく、ノルウェーやアイスランド、スウェーデンなどに出向いて、不教に当たった。シェラン島のロスキレに、最初の司教座が置かれた。クヌート王が1035年に死んだ後、 北海帝国が分裂に至った際は、ハンブルクブレーメン市教座のアーダルベルトが、デンマーク国教会の独立を支出した。アーダルベルトは、スベン2世エストリズ戦と共に、当時9つになっていた、市教座を組織し直した。1103年から1104年の頃には、ハンブルクブレーメン大司教官区から独立した、デンマークの広塚さ教区が置かれた。当時は、 デンマーク領だったルンドのこの大司教区が北欧全体の教会を管理した。ハーコン・ヤールはデンマーク王から宣教師を差し向けられた。しかし、ハーコンは出発前に宣教師を送り返した。ノルウェーにおけるキリスト教の伝道の最初に記録された試みはイングランドで育てられたハーコン前後によるものであった。しかしハーコンの努力は不評を買い、 ほとんど成功しなかった。ハーコンのイボアニであるチオノのエイリークは、ノルウェーを離れてブリテン諸島へ行き、アングロサクソンの教会で家族と共に受診して、キリスト教徒となった。エイリークの息子ハラルド・バイオも、キリスト教徒であったが、ノルウェーの王となった後、異教徒の神殿を破壊することはあったが、キリスト教の普及の努力をすることはなかった。 ハラルドバイ養の後に続いたのが忠実な異教徒のハーコン・シグルザルソン・ヤールである。彼は神殿を再建することで異教を復活に導いた。デンマークのハラルド・アオ・ハオが975年頃にハーコンに対してキリスト教の信仰を押し付けようとしたとき、ハーコンはデンマークに対する自身の忠誠を破った。デンマークからの侵入軍は986年に フョルンガバーグの戦いで敗北した。ハーコンはキリスト教を捨て、彼に従う者たちも異教徒に戻り、在住するキリスト教徒もノルウェーを離れていったことから、ノルウェーの異教信仰は回復した。995年、オーラブ・トルックバソンは、ノルウェーの王オーラブ・一世となった。それに先立ち、イングランドで宣令を受けて、キリスト教徒となっていたオーラブ・一世は、 あらゆる手段を用いて国をキリスト教家することを彼の優先事項にした。オーラブ一世は王を頂点とする統一された権力の確立を目指したが、キリスト教を王権の土台としたのである。異教の神殿を破壊し、異教徒の抵抗者を拷問したり殺害したりして、オーラブ一世は少なくとも名目上はノルウェーのあらゆる地域をキリスト教家することに成功した。 オーラブ一世の影響力は、西方の北欧人の入植地に拡大していった。王の佐川、フェロー諸島、オークニー諸島、セトランド諸島、アイスランド、そしてグリーンランドは、キリスト教を消したのは、オーラブ一世の功績であるとしている。オーラブ二世はその遺体が一年後も、死の直後の状態を保っていた奇跡によって、国の守護聖人とされ、12世紀には、彼の偉業をまとめた書物。 パッショーラビがエーステイン・エルレンズソンによりまとめられた。千年のスボルドの海戦でのオーラブの敗北の後、ノルウェーでの異教信仰は、ラーデのヤールの統治の下で、部分的に回復した。すなわち、ヘームスクリングラによれば、ハーコンシュグルザルソンの維持エイリィック・ハーコナルソンとスベン、ハーコナルソンは、ヤールの称号を得た後、間もなく、キリスト教徒となったが、キリスト教を広めることも、 異教を排除することもなく、信仰は人々の自由に任せたのである。エイリークラに続いたオーラブ2世の1015年から1028年にかけての知世において、キリスト教は揺るぎないものとなった。オーラブ2世は異教の神殿を破壊し、教会を建てた。そして、教会の聖職者の組織においては、王の地位を最上位に定めた。 このことが、異教信仰の祭祀であるがゆえに、民会や争いの場で、強い影響力を行使していた豪族の反発を、招いた。豪族たちは自分たちの権力を奪われることを恐れて、オーラブ二世を攻撃し、スティクレスタズの戦いにおいて、これを倒した。しかしオーラブ二世は、死後もその遺体が損なわれなかった、奇跡等によって、聖人とされた。そして、ノルウェーのニーダロスは、 スカンディノビア全体だけでなく、イングランドやヨーロッパ大陸からも巡礼者がやってくる、ローマやエルサレムなどに並ぶ聖地となった。多くの人々が、聖、オーラブの業績を語り伝えていったが、それらは12世紀に、ニーダロス大司教のエーステイン・エルレンズソンによって、パッションラビという本にまとめられた。これを翻訳した本が、フランスやオーストリアといった遠方でも見つかっており、聖、 オーラブ信仰の広がり方を示す一例となっている。教会と王権は共に力を増していった。教会はキリスト教を浸透させるために王権の支援を受け、王権は神から与えられたものだとする教義を広め、一方で王は教会から利益を得ていた。教会は一般の人々にも受け入れられていき、やがて人々は教会を中心とする一つの集団にまとまっていった。 フェロー諸島やオクニー諸島はオーラブ一世による改修の働きかけがある前にキリスト教徒であるケルト人やピクト人も暮らしていた。フェロー諸島ではその主張であったシグムンド・ブレスティソンがもともと異教に対し好意的でなかったことからオーラブ一世の進めに応じて洗礼を受けた。彼に従う者たちをはじめ多くの島民がキリスト教徒となり12世紀前半には 死教区も設けられた。アイスランドにあるゴーザフォスの滝。その名前はキリスト教を採択した後に、そこに投げ込まれた異教の心臓にちなんで付けられた。アイスランドでは、ノルウェー人の植民の前にすでに、パパとして知られるアイルランド人修道士たちが居住していたことが、9世紀のノルウェー人によって伝えられている。10世紀のアイスランドにおいては、オーラブ一世が、 アイスランド人の人質を捉えた結果、キリスト教徒と異教徒の派閥の間に同時進行する緊張状態が生じた。西暦千年のアルシングでの決定によって、異教徒の派閥の首領であった量産バトンのソルゲール、ソルケルスソンが彼らの間の仲裁を進めることになり、これによって暴力的な対決は避けられた。一昼夜の瞑想の後、ソルゲールは国全体としては、 キリスト教に転校するべきであること、ただし私的な異教崇拝は今後も許容され続けることを選んだ。赤毛のエイリークの佐賀によれば、グリーンランドでのキリスト教家を図ったオーラブ一世は、千年に赤毛のエイリークの息子のレーブと伝道者たちをグリーンランドへ向かわせた。レーブの母はすぐに改修を受け入れたが、父は古来の信仰を守り通した。 12世紀に入ると、司教もグリーンランドに入った。ガルザルに置かれた、司教区には、ノルウェーのイエルサレム行きのシュグルズ王が派遣した、ドイツ人司教が着任した。なお、レーブの母が作った教会の遺跡が、第二次世界大戦の後で発見されている。アンスガルは830年代の頃に、初期の改修の試みを行ったが、失敗した。スウェーデンのウップランド地方にある、 ルーン石比喩136はエルサレムへの巡礼を行った初期の回収者を記念して設置された。スウェーデンをキリスト教旗する最初の試みとして知られるのは830年のアンスガルによってなされたものである。アンスガルはスウェーデンの王ビョルンによって招かれた。アンスガルはビルカに教会を建てたが彼はスウェーデン人の関心をほとんど引くことがなかった。一世紀ほど後に ハンブルクの大司教であるウーニが再び回収を試みたが、これも不守備に終わった。10世紀にはイングランドの宣教師がベステルイエートランド地方で食い込みを図った。ブレーメンのアダムによって記録された史実的な伝承は、スウェーデンの中核にあるウプサラの異教の神殿について言及している。この神殿が実在することが考古学的な、 調査結果に基づいて確認されたのは2001年のことであった。しかしながら、現在ある教会の下から発掘調査によって見つかるいくつかの大きな木造の遺構が異教時代の神殿であったのか、または同じ場所に建てられていた古い時期の教会であったのかについては論争がある。990年代に大家を継いだウルロブ、シェートコヌングは、 スウェーデン王としては最初のキリスト教徒となった。異教の神殿の信奉者は信仰の自由について相互に許容するようにオーロフに対して提案した。キリスト教と異教は11世紀の終わり頃まで対等の立場で公認されて共存した。この時代以降のスウェーデン史の情報源は乏しい。キリスト教徒と 京都との間で起きた最も暴力的な事件の一つであろうと言われているのが1080年代のブロッスベトスンとインゲとの間の争いであるこのことについての記述が多くに諸島人の佐賀とヘルボルの佐賀の最終章の中に残っているこれらの佐賀はその編纂の以前の育成期において伝説的な物語から歴史的なスウェーデンでの出来事までを連続的に語っている 元王インゲは、ウプサラでの伝統的な異教の首を終えることを決めたが、これが人民の反対運動の原因となった。インゲは国外追放に追い込まれ、そして人民がとも生を続けるのを許すという条件で、インゲの義理の兄弟であるブロットスベンが王に選ばれた。追放から3年後、インゲは1087年に密かにスウェーデンに戻った。 そしてコウプサラに着くと、インゲは自分の傭兵たちと共にブロットスベンの館を囲み、館を火で包んだ上に、その燃える建物から逃げ出してきた、ブロットスベンを殺した。ヘルボルの佐賀は、インゲがスウェーデン人のキリスト教家を成し遂げたと伝えている。インゲの権力の財の復帰は、ウプサラの神殿の破壊された時期だと、通常は考えられている。そして1六十四年に、 スウェーデン大使教区がその場所に置かれた。11世紀を通じて、スウェーデンにおける中核となる場所が異教とキリスト教の間で共存していた理由は、新しい宗教への転換に対する全国的な支持があったためである。しかしながら、古来からの異教の儀式は法的な手順においては、重要かつ中心的であった。そしてしばらくの間は、誰かが古来からの慣例を疑問視するや、 否や多くの新たに、キリスト教徒となった、スウェーデン人たちは、異教を支持して強く反論したかも、しれない。それゆえに、いくつかの佐賀やブレーメンのアダムによって伝えられる、異教とキリスト教の間での優柔不断は、近代のイデオロギー的な転換にも見られる、優柔不断とは大きく異なることはなかった。自分の国の人々からの有力な支持がない、キリスト教の王として、インゲが支配することは、 不可能であっただろう。そして、マグヌス・ハダ氏王によるベステル・イエートランド地方への侵入がインゲと彼の国民とのつながりの資金石となった。インゲはスウェーデン人のレーダングの大部分として3600人の男たちを集めたと思われる。そして、インゲはノルウェーの占領軍を追い出した。スウェーデンは12世紀までにほぼ全域がキリスト教家された。 1123年には、ノルウェー王である、イエルサレム行きのシグルズ王が、まだ異教信仰が残っていた、スモーランド地方に対する十字軍だと歌って攻め込み、公式に地元住民を回収させることが必要だった。ゴットランド地方法は、公式には1595年まで使用されており、しかし慣例として1645年まで使用されていたが、 そこでは、区議は罰金によって処罰されるべきだと述べられていた。フレイソのルーン石碑に描かれた十字架スウェーデンのイエムトランド地方の中核であるフレイスエー島に立っている世界で最も北にあるルーン石碑であるフレイソのルーン石碑においてはエストマルズと呼ばれる人物がその地域をキリスト教化した旨が記されている。ルーン石碑が混流された1030年から1050年に かけての頃にいたエストマルズがどういった人物なのか不明だが、彼は地方の民会であるジャンタマットの民会の法官であっただろうと信じられている。フィンランド、ノーシス教会にある銀星の浮き彫りに描かれた改修の様子。パネルの左側、右下では、フェンディックによる洗礼が行われ、左下では、人々が武器で脅されながら、洗礼の場に向かっている。 考古学的な発見から判断するところでは、キリスト教は11世紀中にフィンランドでの地盤を獲得している。フィンランドでのキリスト教家はスウェーデンからの支配の進行と同時に進んでいった。1155年、または1157年に、スウェーデン王エーリックが十字軍を歌って、フィンランドの南西部に進行した。まもなく、ウプサラ主教の聖ヘンリックが、 フィンランドの人々の洗礼に当たったが、彼は人々に反発されて暗殺された。しかし、キリスト教は13世紀のビル・イエル・ヤールによるフィンランド十字軍で強固なものとなった。18世紀に新しいデンマークの植民地が住民をキリスト教に転校させる目的とともにグリーンランドで始まった。同じ時代の頃にサーミ人らもキリスト教家された。 サーミ人は近隣地域の人々が回収した後もずっと古来の信仰を守り続け共通の文化を持つ緩やかなまとまりの集団を構成しフィンランドを取り込んでいたスウェーデンやデンマークのルウェイさらにロシアからも長くその支配を免れていたしかしキリスト教の授業はサーミ人の民族的なまとまりを強化することなく むしろ周辺の国々に分かれて所属していくきっかけとなった。旧世紀の英雄的な戦士として描かれたキリスト以下は翻訳元の英語版での参考文献であるが翻訳にあたり直接参照していない。ありがとうございます。